おはようございます。すすめ YouTuber、たまさんと、ぶんちゃんと、こんにちは、4回転サルコーです。あ、いや、竹尾さんですよ。竹尾さんですよ。今年もボケを自分でね、潰していくのはどうなのかなって。も言われたでしょ、言われたでしょ、宮崎さんに。あと数秒頑張れないっていう。本当あと数秒頑張れないんだよね。というわけで、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。はい。はい、今年ちょっとね、はい、遅くなりましたけども、新年挨拶、うんまあ、コラボの方で一回挨拶もらってるので、ねはい、あれなんですけども、うん、うちら3人としてね、うん、動画で挨拶するのは今日はスタートということで、はいはい、完全に本当に新年明けました、はい、明けました、明けました、はい、明けましたよ、明けすぎたぐらい明けたねどんどんバッカーンバッカーンっつってね、もうね、鏡開きも、あのね、うん、バッカーンっつってかぶんなくていいんだけど、かぶった方がいい、いや、髪の毛今年どんな活動をしていくかっていうのを、まあ、説明して今回の動画は終了かな、まあ、そうですね、はい、まあ、今年一番でかいのはやっぱりあの戦隊ものサンアルカをやろうということで、はい、まず工作を始めていくところからね、やっていって、そう、茶色い役なんで ね、うん、ちょっと伏線を噛んだからダメだ、うっかな誰が今本当一人ではできない、ねね、ことなのでね、うん、もういろんな方に協力していただいて、ビッグプロジェクトの一つですね、はい、で、その2個目、その2個目、2個目は、俺は自分的にはですね、あの、町会議、行きたいなっていう、そう、ニコ生町会議、まだね、あの、行きたいなと。行ったことないんですよ、僕は。ねえ、そう、でしょ？いや、そう、いや、ぜひね、見てもらいたいし、あと、まあ、あの、特別ね、スペシャルゲストで、うちのジュリアンが、一緒に行けるといいなと。メインじゃん。そう。フランスのオタクがね、喜ぶんだよ。超ゲーマーで、ボカロとか、そういうのも好きだから、やっぱりなんかそういうのも楽しめると思うんですよ。あのね、ニコ生の世界を楽しませてあげたいっていう、この夢企画です。いいですね。とりあえず僕らももう東京に、ちょっと、うんうんうん、ね、行きたいね、行きたいっていうのは。まあ旅行ですね、単純に、ね。まあ第3弾は。お、第3弾。ドルドル音楽祭。ドドン！はい。これもね、久しぶりにやりたいと思います。ましたよ、ドルドル音楽祭。ドルドル音楽祭ね。まあ、あの、まあ、二人はね、演者として出て、モグちゃんのカメラで、こういう形で、うん、今年はね、すごいメンツが揃ってますよ。そうなんですね。バンドも。なんかあの、全員多分飲み屋関係。今までほら、素人ね、素人しかまあ、そうですね。昼間の方だけとかいうバンドもあったんですけど、逆に面白いと思う。面白い。うん。まあ、10バンド。もう、だって、7年ぶりですか？ 7 年ぶりですね。うん。やるんでね。やりますよ。やっちゃいますよ。これ、年末で、ね。すごいことになりますよ。まあまあ、そうですね、はいはいはい。僕は3つ、この3つ大きいかなと思っておりますね。はい。あとは、まあ、例年通り、あの、プロジェクトジョークさんと対決をしながら、そうですね。はい。はい、うん。のもあるし、まあ、一緒になんかね、ワイワイできるキャンプとか、そういうのもできたら、うん、ちょっと行きたいね。いいですね。そういうのもいいなと思ってて。いいですね。そういうのもやりたいですね。キャンプいいですね。うん。まあ、その辺も食いながら、なんか、ね、旅行みたいなね、そう、まだあのね、竹尾旅行行ってないから。そうだよ。ちょっとレブンとこ行ってただけだ。旅行じゃねえんだ、あれは。変な旅行とか。旅行じゃねえよ、あれ。人生旅行の失敗じゃん。旅立って帰ってずっと流されてるだけ、ね。帰ってきちゃったけど。帰ってきちゃった残念ないね。うん、まあ、まあ、じゃあとりあえず竹さんがあの帰ってきちゃったっていうあれもあるんで、とりあえず一回ボケてもらっていいですか、うんうん、あ、ここでボケてもらっていいですかって振られてボケれるわけがないよね。ああ、まああと10秒、これはきついわ、きついわ、あと10秒、10秒ありますからね、はい、まあね、あの年男っていうことで私はウサギです。これ滑るわ。まあ、それではトモさん、もう締めてください。締めて、締めて、締めて。まあ、こんな感じで今年も頑張っていきます。そうですね。はい、よろしくお願いします。スケジュールはトモさんと、ブーちゃんと、竹本さんでした。したっけー、デバネズミ？誰がデバネズミ？こんなんだって。ドン。ドン。そうね。ドンって始まりますよ。ドンって始まります。ドンって。新年一発目、ドンから始まるんですよ、この動画。ドーン、ドーンから、ドーンから行こう。ドーン、ドーンから行こうみたいな。そういう。じゃあ今、ドーンは話題になってますね。